日本語能力試験懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めますメモを取っても構いません問題用紙を開けてください問題用紙のページがないときは手を挙げてください問題がよく見えないときも手を挙げてください いいいつでもいいでもす問題。問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください

よろししくお願いしますじゃあ早速だけどこれ原田さんの1ヶ月の仕事の予定表です。挨拶を兼ねてみんなに配ってください。はいわかりました。終わったら原田さんが使うパソコンの設定をしてほしいんだけどパスワードはオリエンテーションの時に聞いてるよね。はい教えてもらいました。そのパスワードで一度入ってパスワードを再設定してね。それからじゃないと パソコンで何も作業できないようになってるからはいあのその日にどんな仕事をしたか報告書は毎日書くんですよねうんそんなに長くなくても大丈夫だよあとこの部屋の座席表原田さんの名前も入れて今新しくしてもらっているところだから明日渡すねはいわかりました 女の学生はこのあとまず何をしなければなりませんか 2> 2番大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生は セミナーにどうやって申し込みますかこの間の授業で先生が言ってた来月の桜市の国際交流セミナー申し込もうと思ってるんだけどあ、私もう申し込んだ締め切り明日だよ申し込み書持ってるうん、さっき書いたんだけど市役所の窓口に出せばいいんだよねえ、郵送でしか受け付けてくれないよえ毎年応募者が多くて 窓口だと対応しきれないから今年からはそうなったんだってえそれなら今日出さないと間に合わないなそんなに応募が多いのか抽選になったら結果はハガキで連絡が来るんだよねうんそんなのメールで送ってくれたらいいのにね返信用のハガキは用意したまだこれから買いに行くよ実は1枚多く買っちゃって今持ってるんだけど使ういいのありがとう。 男の学生はセミナーにどうやって申し込みますか3番電話でテレビ局の人とケーキ屋の店長が話しています。ケーキ屋の店長は、 撮影の日までに、何をしなければなりませんかひまわりテレビの鈴木です。番組の取材の件ですが、撮影まで1週間になりましたので、お電話しました。あ、どうも、お世話になります。えっと、先日打ち合わせしましたように、当日はケーキの製作現場とお店に並んでいるケーキ、それから外からお店全体を撮らせていただきます。お店のスタッフの方も映りますけど、よろしいですか あ、はい。それは了解を得ています。当日、お客さんもある程度いてくださった方がいいので、よくいらっしゃるお客さんにお知らせしておいてください。あ、わかりました。それから、おすすめのケーキについて一言ご紹介いただくことになっていますが。はい、準備できています。ちょうど季節のケーキを出したところですし。そうですか。じゃあ、当日よろしくお願いします。 ケーキ屋の店長は撮影の日までに何をしなければなりませんか4番大学のサークルで男の学生と女の学生が話しています。 男の学生はこの後まず何をしなければなりませんか先輩来月の地域の子どもたちとの交流会なんですがそろそろ準備始めた方がいいですよね今年は僕がリーダーなんですけど気をつけることとかありますかそうだったねやることをわかる簡単に言うと会場の予約食べ物の準備プログラムの内容を決めることだよ 場所は何をするかによって変わるからね。ああ、ボールを使うようなゲームをするなら、広いところが必要ですもんね。うん、何するか早く決めてね。去年は決めるのが遅くなって、会場確保に苦労したから。はい。食べ物は宅配のピザとかお寿司とかを頼むのでいいと思うよ。まあ、それは一週間前でもいいかな。サークルのメンバーに開催日を早く連絡した方がいいですよね。 それは年間スケジュールで決まってるからみんな知ってるはずだよあそうですね男の学生はこの後まず何をしなければなりませんか 5番大学で女の学生と先生が話しています女の学生はこの後まず何をしますか先生レポートのためのアンケートができたんですが見ていただけませんかうん、質問の数が多いなこれ答えるのに何分くらいかかるか時間を測ってみたいいえ,え あまりに時間がかかるようだとちゃんと答えてもらえないこともあるから一度自分でやってみて。本当は他の人にやってもらった方がいいんだけどもう日程が厳しいしね。ああはい。かかった時間によっては回答形式を変えることも考えないと。全部選択式にするとか。で回答者の数は何人ぐらい ?20 人くらいに頼んでるんですが少ないですかうーん 全員がきちんと回答してくれれば十分だけどまあ分析に使えないものがあったらまた増やせばいいよはい女のの学生は、この後まず何をしますか問題二。 問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、 始めます一番会社で男の人と女の人が話しています女の人がお弁当を持ってきている理由は何ですか 井上さん、最近お昼に外に食べに行かないねあお弁当作って持ってきてるからでも前にお弁当は作るの大変って言ってなかったうんそれは子供ののお弁当のことだだ。ったんだ前に子供のお弁当を作ってた時は栄養のバランスを考えて作っていたしそれに好きなものをたくさん入れてあげたいと思うから手間がかかったんだけど自分のだけならね。 ああそういうものかほら昼休みに外に食べに行くと時間かかっちゃうでしょお店まで行くのも待つのも休憩は1時間しかないからちょっと運動したり勉強したりなんか有意義に時間を使いたいなと思ってなるほど僕もお弁当持ってこようかな食費の節約にもなるしね 女の人がお弁当を持ってきている理由は何ですか。二番。女の人と男の人があるドラマについて話しています。男の人は。 ドラマのどんな点が気に入っていると言っていますか男の人です ねえ山下くん先月始まったあのドラマ見てるああ島の警察官好きな俳優が出てるって言ってたよねうん最初はそれで見始めたんだけど今は俳優の魅力よりストーリーが面白くて見てる山下くんはうん僕はどっちかっていうとドラマに出てくる街に惹かれてる舞台になってる島の風景とか海沿いの古い家とか 僕が住んでいるとことは全然違うから行ってみたくなっちゃうんだ確かあの島今観光客が増えているらしいよやっぱりねあそういえばドラマの最後に流れる歌も最近人気みたいだよあああのドラマにぴったりであったかい感じがする素敵な曲だもんね男の人は。 ドラマのどんな点が気に入っていると言っていますか。三番。男の人と女の人が。山川市の新しい市長について話しています。女の人はまず。 市長にどんな問題に取り組んでほしいと言っていますか女の人です。 今回の選挙で新しい市長決まったね。中田さんは市長にまずどんな課題に取り組んでほしいと思う今回の選挙では地域の経済が落ち込んでいるのが問題になってたけど。そうね。働くところ見つけるのも大変だって聞くよね。うーん。うちは両親が年取ってきたし、介護の問題も気になるけど、子供がいるから小児科の先生が足りないって問題を先に解決してほしいな。 うちもちっちちっゃいい子供いるるかからわかるようちは妻も働きながら子育てしたいって言ってるから僕はまずは保育所の問題に取り組んでほしいなああ保育所不足ってどこの自治体も問題になってるね女の人はまず市長にどんな問題に取り組んでほしいと言っていますか 4番会社の企画部で男の課長と女の社員が話しています課長はどうして企画の説明をこの女の社員に頼みたいと言っていますか 本田さん、今うちの部が企画している新しい手帳のことなんだけど、ほら、本田さんのアイデアから生まれた手帳。あ、はい。来週、営業部とか他の部の部長も出席する会議があって、そこであの商品の企画について説明することになったんだよ。それでその説明、本田さんにお願いしたいんだけど。え、私ですかうん。この企画にずっと関わってきたし、あれ思いついたの本田さんだから。 発想についいてても話してしほんだ。あでも私まだ会議で商品のプレゼンテーションなどした経験がなくてああちょっと緊張するかもしれないけど何かあったら横から僕が助けるから大丈夫だよはいわかりましたやってみます課長はどうして企画の説明を この女の社員に頼みたいと言っていますか5番女の人と男の人が話しています男の人にとって登山の一番の魅力は何ですか 山田さん、山がご趣味だそうですけど登山の魅力って何ですか何かなすぐには答えられないな自然の中を何にも考えないで一歩一歩歩いてると普段の生活とか悩みが忘れられるんだけどあ,あ日常から解放されるんですねうーん山頂に着いた瞬間が最高なんだよ。自分の足でゴールに到達したっていう満足感これが最高 なんとも言えないんだ,だからまたその気分を味わいたくて山に行くんだうんやっぱりこれだなそうですか自然を全身で感じることが一番の魅力っていう人もいるけどねお話聞いてたら自然の中を歩くのっていいなと思いましたうん足腰鍛えられるよ男の人にとって

今話題の南動物園に来ていますこの動物園は20年前にオープンし珍しい動物に会える動物園として当時多くの人が訪れていましたところが最近の新しい動物園では動物に直接餌をやる餌やり体験などもできるため来場者が減少してしまいましたそこで象やペンギンが園内を歩く様子を目の前で見られるイベントを始めたところ これがが人気を集め、来場者数が大きく伸びたそうです。現在は夜の動物の行動も見てもらえるよう週末限定の夜間営業も検討しているとのことですこの動物園はどうして最近客が増えましたか ここで、ちょっと休みましょう。 ままた続けます。問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず話を聞いいてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番。 会社で女の人と男の人が電話で話しています。もしもし、総務の北村です。来週金曜日の3時から予約されている会議室のことなんですが、あ、はい。先ほどお電話で人数が10人に変更になったとご連絡いただきましたよね。ええ。20人用の第一会議室をお取りしていましたが、実は同じ日時に、 20人で会議室を利用したいという連絡がありまして、その人数が入れるのは一部屋しかないんです。ああ、そうですか。住人用の第2会議室でしたら空いておりますが。じゃあ、課長と相談して折り返し電話します。すみません。この日は他の時間もすべて会議室が埋まっていますので、よろしくお願いします。 女の人が言いたいことは何ですか 1, ?1 会議の時間を教えてほしい 2, 2会議の人数を教えてほしい3会議の時間を変更してほしい4会議の部屋を変更してほしい 2番中学校の教室で生徒がスピーチをしています私には好きなものが全く違う友人がいます私が好きなことは読書彼女は映画です勉強でも私は国語が好きだけど彼女は数学が得意こんな風に全然違うんですでもテストの前は私が国語を教えて彼女は数学を教えてくれます 助け合うことで一人ではできないことができるようになります趣味が同じ友人もいいけれど違うからこそお互いに世界を広げることができるこれは友人同士の話に限らず周りの人たちとの付き合いすべてに当てはまるかもしれません生徒が伝えたいことは何ですか 好みが違う人と付き合う難しさ。二、一緒に学習することで生まれる友情。三、親しい友人の意外な一面。四、互いに補い合う関係の良さ。 3番テレビでアナウンサーが話しています本を読む人が少なくなったと言われていますが実は図書館については利用者数が増加傾向にあります図書館としても今までにはないいろいろな試みを行っているんです例えばお茶を飲みながら本が読めるスペースや利用者同士がおしゃべりできる部屋を作った図書館もあります今回の取材の中では 図書館で高齢の利用者と親しくなっていろいろな話を聞くのが楽しみになりよく足を運ぶようになったという若者の声も聞かれ一定の効果を上げていることがうかがわれます図書館は静かに本を読むところだというイメージがありましたが変わってきているようですアナウンサーの話のテーマは何ですか 1, 1図書館の数の変化 2, 2図書館の利用のマナー3図書館の利用者を増やす試み4図書館の利用者の年齢層の変化 4番、町の議会で町長が話しています来年建設予定の町の総合文化施設ですがここには保育所や図書館なども入る予定でこの施設ができると町民の生活が便利になることは間違いないと思われます。建設費が高いといととうこかから、町民のの皆様の間には反対意見も多くあります。しかし、 子どもからお年寄りまでみんなが利用できるこのような施設は周辺地域にもないユニークなものです建設予定地が駅から遠く不便だという意見もありますがこの点については駅からバスを出す可能性などを含めて今後検討していきたいと思います町長は施設の建設についてどう言っていますか 1, 1住民の反対が強く建設すべきではない 2, 2住民の反対が強いが建設すべきだ3住民の反対は少ないが建設の必要はない4住民の反対も少なく建設すべきだ 5番ラジオでアナウンサーが話しています今日から12月です年末年始の消費活動は翌年の景気を占う上でよく注目されます今年の後半になり企業の売り上げは順調に伸びてきているようですがこのまま景気は回復するのでしょうか旅行会社によるとこの年末年始の旅行先としては海外より国内旅行のツアー 中でも安く手軽に参加できる日帰りツアーに人気が集中しているとのことです大手デパートの調べではお世母商船も昨年同様3000円前後の品が最も売れているということですこのように消費者が派手な消費を抑える傾向が見られることから景気の回復を実感するにはまだ時間がかかると考えられます アナウンサーは何について話していますか 1, ?1 来年の景気についての見通し 2, 2景気が回復したきっかけ3売上を伸ばすための企業の努力4年間の消費行動の傾向 問題,4問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください では始めます。一番。川野さん、来週の土曜日、うちの新製品の発表会をやるので、ぜひお越しください。一。あ、新製品はまだ発表できないんです。二。何時頃お越しになれますか。 そうですか会場はどちらですか 2> 2番おかしいな今日のコンサートのチケットカバンに入れてきたつもりだったんだけどもう一度よく見て。2 あれ今日はコンサート行かないことにしたんだっけそっかカバンの中にあったんだ3番あの先輩これ卒業論文の概要なんです。コメントもらえるとありがが。たいんですが い今忙しいから明日でも構わない 2> 2読んでもらえて助かったよコメントたくさんもらえたんだ4番小林様 先日のコピー機のカタログご覧いただけましたでしょうかカタログいつお見せしたらよろしいですか 2> 2いやーここ数日何かと忙しかったものでもうご覧になったんですね。 5番あの森さん、倉庫の書類を整理したいんですけど、今手空いてますか 1, 1あ、これ以上はもう持てません 2, 2えお任せしてもいいんですか3うーん、1時間ぐらいならいいですよ 6番台風が来てるし明日の屋外イベントは中止せざるを得ないよ 1, 1予定通り頑張ってやりましょう 2, 2今回は仕方ありませんね3中止にならなくてほっとしました 7番。佐藤くん、さっき会議室出るとき、エアコンちゃんと消してくれた ?1。すぐつけに行ってくるよ。2。2> 消しちゃいけなかった 3>, ?3。ああ、忘れたかもしれない。 8番ねえ、吉田さん、今日課長ご機嫌だと思わない ?1、1> 嫌なことでもあったんじゃない ?2、なんかいいことあったのかな 3>, ?3、機嫌治るといいね。 九番。堀さん。堀さんいくら疲れてるからって、打ち合わせでうとうとしちゃうなんて。一。申し訳ありません。気をつけます。二。お褒めいただき恐縮です。三。では、遠慮なく休ませていただきます。 10番石田監督が作った最新の映画見ましたけどいま一つでしたよ今まででで一番よかったんですね。2> 2ええ見に行こうと思ってたんですけどそんなに面白いなら見に行ってみます 11番受付の木村さん、毎朝早く来て掃除してくれてるんだって頭が下がるよえっ具合悪くなっちゃったの 12番今度入った加藤さん営業の仕事が初めての割には営業成績上げてるよね 1, 1営業の仕事やってきてるんなら当然じゃない 2, 2経験がないのに結果出してるよね3そんなに成績落としちゃったらまずいね 問題5問題5では長めの話を聞きますメモを取っても構いません1番2番問題用紙に何も印刷されていませんまず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番会社で部長と女の社員が社内行事について話しています島田さん 毎年八月にやってる社内行事の企画お願いしてあったよねどうなったはいレストランでの食事会が続いているから何か新しいアイデアをということでしたよねうん仕事のことは忘れて社員同士の交流を深めるっていう本来の目的は変えずにね予算はいつも通り一人三千円以内ではいまずバーベキューの案車で一時間のところにある朝日公園でできます 材料費も予算内で収まりそうですし自然の中でみんなで食べるのって開放的で会話も盛り上がると思います車で1時間か。はいあとは体を動かすイベントです会社の近くにボーリング場ありますよね団体向けに近くのお店での食事がセットになったプランがあるんですボーリングをチーム対抗にしたら普段話さない人との交流も深まるし一体感も増すと思うんです ただ予算オーバーになりますがそうかあと社内イベントとして地域の清掃活動に参加している会社もあるみたいです会社近くの公園でもゴミ拾い活動をやってますよね社員同士というよりは社員と地域住民との交流になりますがなるほどそれも新しいねあとはいつもの食事会なんですが他の店にすれば今までと違った感じになると思うんです 予算内で美味しい料理食べられるお店もありましたし。どれも良さそうだね。うん、でも一度思い切ってやることを変えてみよう。で、予算内でできて本来の目的に合っているのがいいね。部長は社内行事で何をするのがいいと言っていますか一。1> 1バーベキュー 二。ボーリング。三。ゴミ拾い活動。四。レストランでの食事会。二番。会社で。 先輩と後輩2人が話しています部長の退職まであと1ヶ月だね私たち入社した頃部長には特別お世話になったしお祝いを送ろうって話してたけどどうしようか確か営業部全体では花束を送るんだよねええ部長生け花が趣味だっておっしゃってたから花瓶なんてどうですか花瓶ね喜んでもらえそうだけどいいものはかなり高いよね そしたら、私たちからも花束にしませんか営業部のとは違うお花で。部長、お花が好きだから、たくさんもらっても喜んでいただけると思います。うーん。でも、同じものっていうのは、せっかくなのでずっと使ってもらえるものがいいと思いますけど。そうだね。部長って、時々スーツに合わせてスカーフしてますよね。だから、花柄のスカーフとかどうですかなるほどね。 ただ、身につけるものとなると、よほど好みに合ったものじゃないとね。そういうのが選べるかどうか。じゃあ、食器はどうですかコーヒーカップとか。それもスカーフと同じで、好みがありますよ。そうだね。何でも難しいんだけど、まあ、趣味に使ってもらえるものがいいかな。三人で出し合えば、それなりにいいもの買えるよね。長く使ってもらえそうなもの、選ぼ 部長への贈り物は何になりましたか 1, 1花瓶 2, 2花束 2> 3スカーフ4食器 3番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます 3番ラジオで野球の観戦チケットを紹介しています今日は夏休みにプロ野球をもっと楽しんでいただけるお得なチケットのお知らせですスター球場では観戦をより楽しめる特別なチケットを4種類販売しています一つ目のキラキラチケットは試合前に人気選手と一緒に記念撮影できるチケットです野球観戦の思い出にいかがでしょう 二つ目のニコニコチケットはお弁当と応援グッズがついてきますグッズの中には人気選手のサイン入りボールが入っていますよ三つ目はグラウンドを見下ろすレストランの窓際からゆっくり観戦できるワクワクチケットですご家族やお友達と一緒に食事を楽しみながら応援してみてはいかがでしょうか四つ目のドキドキチケットはグラウンドに近い前の方の特別席で観戦できるチケットです こちらもお弁当とドリンク付きですうちの父野球が大好きなんだよ父の誕生日プレゼント探してたからちょうどいいかもプレゼントなら一緒に写真撮れるのなんていいんじゃないいい記念になるし父は写真を撮られるの苦手だからね選手のサイン入りボールの方が喜びそうだからそっちにするよ山田さんは家族でよく見に行くんだよねみんなで食事しながら見るっていうのも楽しいんじゃない うん、来月行こうって言ってるんだけどもっと近くで見たいな選手たちのプレーを間近で見られるっていうのにしてみるボールとか飛んできたりするんじゃないだったらいいな質問1男の人はお父さんにどのチケットをプレゼントしたいと言っていますか 質問2女の人はどのチケットを買いたいと言っていますか